皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドをやっていきましょう。今回はソニアさんの調査の2体目、伝説ポケモンの足跡を調査するところからやっていこうと思います。今日は一緒にコスモックがいます。でまだ全部捕まえてないのでちょっと何ともなんですけど、行ってみようかなって思います。歩き方が可愛いな。頑張ってついてきてね。はい、ではテラキオンをゲットしに行こうと思うので、飛んでいこうと思います。テラキオンこの辺で捕まえることができそうかなと思うので、一応ですね大気の丘に移動します。比較的すごい分かりやすいのがこの入り口の下にあるはず、これですね。はい、これを元に回っていこうと思います。多分こっから始まってるような気がする。よし、一つで 2% ずつなのでこんな感じで進めます。木の実食べたかったのかな、もしかしたら。下は行ってなさそうですね。あれ、もしかしてちょっとない？なさそう？いや、あるな、ここだ。これだ。これだね。ちょっと大きいね。うん。こっちにも行ってる。あの昔のサンムーンの時代にあったフニちゃん探しよりもめちゃくちゃ楽です。あれほんと大変だったジガルデもね、今回はダイマックスアドベンチャー内で出てくるので、いやプニちゃん捕まえるというか、あのキューブね探しに行くよりも全然楽ですよね。いや、よかった。あれめっちゃ大変でした。楽しかったけど、あの 緑だよね、確か緑色に光るプニちゃんを探しに行くのはめっちゃ大変だった。やっと 10% だよとかって思いながらやってたのを思い出しましたね、これよし、でちょっとずつ道具とかも落ちてるので、すごいね、パルスマ早い。道具も拾いながら 100% 集めようと思います。レベル5なんでね、逃げたいんだけどなー。あ、充電してる。ちょっとこれ逃げるちゃんとできるか分かんないからな、レベル低いので。大キノコじゃないわ、ピッピ人形使おう。星雲ちゃんはね倒したくないコスモックだけど、私の中ではもうあれです、リーリーちゃんと星雲ちゃんのイメージしかなくて、コスモックは星雲ちゃんと全ての子を呼んでしまうよし、ちょっとパルスワンだけ回避しよう。ごめんね、遅くなってじゃないや、早く動いてしまった、無理怖い怖い。この辺も触ってきます。全部の畑のところで人参が作れるわけじゃないし、この辺もまたね多分人が住んでいたことがあったはずなんだけど、どの時代なんですかね。あともうちょっと、もう近くにありますね多分。甘い蜜、綺麗な鱗があった。比較的こう端っこを見るとある感じのイメージだし、あと1個、お、発見。うん、できましたね。大気の丘ぐるっと回ってきたら全部揃いました。
ではソニアさんのところに報告に行って捕獲行きましょう。岩窟ポケモン 100%。 ではテラキロンがいるところを探してもらおうと思います。離岸の洞窟行ってきましょう。到着。わあ、びっくりする。いないね。はい、テラキオンです。コバルオンの時と同じく陽気でゲットしたいので、あ、銀の丘も見つけちゃった。陽気サーナイト連れてきました。でもこれでレポートを書いて行ってみたいと思います。行きましょう。うまくいくかな。はい、まずは寝るかな。電磁波かけるか寝るかなんですよね。睡術いける、回れる。多分3枚はねかけてくると思うんですよね。その間に入れ。よっしゃ。あー、よかった。で多分抜群になっちゃうから、夢食いもしかしたら倒すかもしれないんですよね、これね。怖いんですよね、倒すかもしれないの。やってみるか。よし。危ない危ない。これで、ミネ打ちに変わります。テラキオンミネ打ち、もう一匹入れてくればよかったかもしれない。起きた。インファイト辛くない？これなんかミネ打ち間違ってるよね、私。あれ、バタフリー連れてきてたっけ。いますね。寝てもらう、しびれてもらう。ちょっと寝てもらうか。で待ってもあれなんですよね、待ってバトンタッチもありなんですけど、素早さ上がるから上げる。先にかけたいよね、峰打ち。まだ起きないよね。もう一回。うわー、落ちちゃった。バトンタッチ前にもう、もう多分あれなんですよね、峰打ちするしかないから、一回ゲンガーでちょっと置いとく。ゲンガーをちょっと置いとくんで、パックで戻すしかないよね。テラキオンを戻す。麻痺つけたいんだよね、本当は。麻痺つけ
けたいし、戻したいけど、先に多分先に削らないと、もう明るいまではやりたいんですけどね。ここでもう一回さ、待ってくれないか剣の前の間に峰打ちしたいんだけどな。よし、それで もう一回か。これつらいこれつらい、すごいつらい、めちゃくちゃつらいこれはあれですね、ゲンガーを出すって間にうまく回復しなきゃダメなんだ。どうしよう、電磁波を一回、電磁波一回いくか。麻痺つけたいですもんね。失敗してくれた方が楽だもん。電磁波大丈夫大丈夫、一回なら保つんですよね。で麻痺つけて、電気のかけら、ごめんねさあ、ナイトありがとう。で、ゲンガーに戻し、怖すぎる。でもう一回満タンでテラキオンをマックスにする。なんかあれですね、タスキ持たせとけばよかった、何も持ってないから。残せるようにしてくればよかったです、本当に。これで変えよう。それかもう一匹峰打ちするべきだった。よし、かかるかかるぞ、峰打ち。これで投げられるよね。あー、もうボール投げるまでにだいぶ時間かかるじゃん。誰かいないかな、峰打ちいける子。もういな、何にもいなくて怖すぎるので、誰か一匹は戻しとかないとですよね。塊使うか、今のところ多分バタフリーだよね。これで一匹戻しといて、何かあったら出します。で投げる、動けない、投げる、うー、投げる、来る、なんで本当喧嘩連れてきてよかった、危ない危ない、頑張ろう。いやもうちょっと早く麻痺つけたかったですね。いつ入るか分かんないけど、
頑張って投げます。全然入んない。もうちょっと削りたいんだけど、ちょっと変えるの怖いですもんね。うー、頑張ってくんないかな。プレミアボールくるくるってくるくるって入ってくれないかな。1回しか回んないもんな。何個使うんだろう。今114だったのは分かったんで、これで14個投げてることになりますね。頑張ろう。あんま頑張るところないんですけどここまで来るといつ入るかになるからあれなんですけど。おお、あ、よかった。16個ぐらいかな、多分それぐらいと思います。はあ、バタフリーも100レベルにしようかな。怖すぎる。ありがとうバタフリー、かわいいなでは確認します。ちゃんとね、固定はできてるはずですね。 3V この位置でした。これだと特防と HP と銀の王冠したら良いかなって感じかな。陽気です、よかった。暴れることが大好き。暴れすぎでしょう、やめてよ。戻ってきました。うわー、時間かかった時間かかった、びっくりした。夢食いしてよかったですね。これは岩窟ポケモンのテラキオン連れてきました。さすが、頼んでよかった。あ、またまたごめん、テンション上がっちゃった。可愛いからいいです。そのなんかグって顔可愛いです。伝説のポケモン見せてくれたお礼受け取ってよ。経験飴10個もらいます。未確定の伝説ポケモンは残り1匹、引き続きよろしくね。ということで次回はもう残り1匹ビリジオン行きたいと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you。